俺には君たちを勝たせてあげるような指導はできない。ごめんな。何か他の方法を。他の方法なんてない。私たちにはスバルンしかいないもん。助けてよ。買いかぶりすぎだ。それにちょっとだけダンバスの気持ちもわかるんだ。ひどい、ひどいよ。マホ、長谷川さん、まだちょっと練習できますよね。最終日のコーチお願いします。本当にひどいよスバルン。夏日の気持ちがわかるとか意味わかんない。ほら、いい加減唐辛子かけすぎ。いいじゃん、好きなんだから。でもさ、長谷川さんが言ってたことはある意味正しいよ。無責任なことしたくなかっただけでしょ。